はい、皆さんこんにちは。ホイッツアップスターズターザンバオゾーです。そして長坂です。このヤオです。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか今チラッと聞こえたから、ちょっと意識がそっちに行っちゃった。大丈夫ですか？なんかすごい、なんかホッと落としたなと思った。はい、ということで、はい、今日はね、サムネイル画像ってのがあるんですよ。おうおう、ありますね、はい。あのちょっとあの動画やってる人しか分かんないと思うから一応説明するけど、動画って動画の表紙みたいなね、画像があるわけですよ、うん、YouTube とかに、まあ、分かりますか。それをサムネイルっていうね、サムネイル画像っていうんだけど、はい、それを、まあ、ちょっと、まあ、我々1000本以上動画やってるっていうね、そんなにやってんだな、はい、話なんで、まあ、それをちょっとこう見直してね、懐かしんでいこうじゃないかという、そういうコーナーになっております。もうすげえな、ね、千、ね、冷静に。冷静、冷蔵、冷静に。千何冷静になった。あ、妄想だけで。冷蔵。妄想だけで千。妄想だけで。え、あっち。す、ガチです。す、ガチです。使ってみたとかあるかな。あるかもしれない。ないだ。ないだ。記憶がね、今度やるか。今度やるか。ガチです。使ってみた。はい。ということでね、はい、じゃあ、小川さんがね、すでに準備してくれたんで。はい、ありがとうございます。はい、これ完全に私チョイスです。おー、うん、はい、どんな奇想天外なものが出てくるんでしょうか。リアルな話すると、はい。途中から俺じゃない方が作ってくれてるんですよ。ほう、リアル。今回選んだのは、ほぼ俺時代。うん、おー、なるほど。はい、それでね、サムネイルも変遷するからね。だいぶ、初期は、初期の初期は本当俺が作ってたし、うん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 、でそこから小川さんになって。そう。超ド初期は馬場さんだから。うん、そう。だいぶ前だ。はい。じゃあ。ぶらり極みとか。まず1枚目。ういう違うか。すると極みとかやつ。いや、でもね、結構途中、まあまあ、まあいいや、1枚目。はい。はい。じゃあ、軽いのかな、まず。はい。軽いの、はい、はい。じゃあ、1枚目。まあ、小川さんチョイスだからね。はい、これ。おー。おー。おー。若いな。俺、俺なんか、初期、まるでくり抜きがちだったのと、あとこれによって何を見せたいかっていうと、俺とりあえず初期は、桜井さんはとりあえず光らせときゃいいだろうっていう考えがあって。確かにめっちゃ光ってんだ。めっちゃ神々しいね、こうやって見ると。桜井さんだけ光ってる。明るさいっちゃってるね。すごいな、これ、明るさ。二人は普通の明るさなのに。一人だけめっちゃ光ってんな。そう。これ、桜井さんだけ光らせときゃいいだろう時代。なるほどね。と、デザインとしては。この動画見たいんだけど。ね、デモンズオペラ。ジュリエット、オセロ、ロミオでしょ。つか、オセロ、あれ、オセロを出た当初って僕、動画撮ってましたっけ？なんかでも、竹取りで弾いたし、そうそうそう。これ考察してるから撮ってんだよ。竹取りで弾いたとき、もう、そっか、あの時にはもう動画出演してんのか。してるしてる。うん。どういう感じ？マジか。記憶が結構もうそこら辺曖昧でさ、結構なんか、マジ、怒涛の流れでなんか、まあ確かにね。そうそうそう、結構入ってったからさ、俺もわかんねえんだよな。はい、うん、どういう感じ？じゃあ1枚目は、まあ、ジャブ程度。はい、ジャブね、はい。じゃあ2枚目。まだまだこんなもんじゃないから、やっぱ。俺、こんな顔いつした？テス天候士の画像荒いな。めっちゃテス天候士に苦しそうやん。モンストの画像だもんね、はい。ステージから抜いてるからね。そう、これ確かに、ステージから抜いてる。そう、モンスターはそうだし、あと、これによって何を伝えたかったかっていうと、はい。これはね、収録の前後、うん、それは数十秒前から回し始めて、うん。で、お尻も、はい、終わりって言ってから数秒間流れてるじゃん。はい。はい。この画像はね、この宮坊さんの画像は、その、本編中じゃなくて、その前後に、こういう顔してたんですなんで時代あったよね。なんか、前後に変顔する時代あったよ。あったね。それを使うって。ああ、そうそうそう。なんか、
何も言われてないの、まあ、とりあえずなんかあれね、顔の筋肉をほぐすみたいな。そうそうそう、かもしれない。一応あったわ、そういう時代ですね。でしかも鉄線講習についてノーコンスピクリっていうアピールしないといけないっていうのはちょっとよくわからない。確かにそれもう今普通だもん。そうそうそう、もはやもう何年か前か、かもう普通だから。だって最初はおさんだって極みの攻略とかしてたんだ。いや、うん、そうよ、だからどんだけね、こうレベルが、みんなのレベルが上がってきてるかって話よ。そうですよ、うん、まあそうだよね。次いっちゃう、いっちゃうか。はい、じゃあ次、あ、これね、これなんだ、50日目、無課金プレイ50日目だ。ギガマンティスに挑戦。50日って何言ったんだっけ、なん、あ、でも50日ってでも相当浅いな。浅いですよ、これ。はい、オーブも全然なくて、モンスターも全然なくて、マジであのバニラとかをスタメンとして使ってる時代だ、これ、本当に。なるほど、なるほど。パワーサーも、これ、何すっげえ顔してんな。いや、でも、これは大体小川さんのリクエストでこういう感じだから。そうこれ、やってんな、うん。物語を感じない？感じるかも。やべえ、俺痩せてんな。痩せてるよ。やべえ、痩せてんな。これ、宮坊さんと桜井さんは、あの、また多分、前後ですね。本編の前後に撮ってるやつですね。マジで集中してないときは。馬場さんを下げ済んでるような感じが、出てるか、二人に。やめてますね。うん、いや、面白、うん、わ、こんな冷たい表情したんやろ。あったんだな、こういう時がな。ギガマン、まだ難しい時期かな、これどうかな。いや、ギガマンティス、当初難しかったよ。難しかった、最初は。ダメージでかいし。そうそうそう。地雷重力とかいないし。確かに、そうだったんだよ。はい、結構あるから、ポンポン行くか。はい。はい、じゃあ次。はい。あ、これもね。シリーズものっすね。この顔何回か見たことある気がするな。これ何回か使ってるでしょ、これ。この俺の顔。何回か使ってると思う。これ何回か使ってる感すごい。あとなんか、スマップの中井くん風のなんか。中井くんにするよ。さが。モザイクみたいになってるからね。はい。じゃあ次。今日の対戦は難かったよな。いや、難かった。に画像荒くなってる。まあ、ノーコンスピクリシリーズね。いや、これもうテンプレだね、この。テンプレっすね、これ。ノーコンスピクリ。で、火属性だから赤くして。懐かしい。いいな、いいな。じゃあ次ね。はい。あ、これ、このシリーズは。あ、ワイヤットアップや。これ、ノーコンスピクリしてないのかな。確かに、ノーコンスピクリ書いてない。もうつけなくていいかってなったのかな。もうつけなくていいかなって感じだ。これ桜井さんのこのシリーズ結構ある、ね。この後出てくる。この顔使われがち？はい。じゃあ次に。はい。ああ、これはまた。ああ、これあった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 。これニューカレドニアね。うん、ああ、そう、言ってましたもんね。ニューカレドニアのプールね。いいなぁ。いいなぁ。いいなそれ、俺もそれやりたい。いや、この時も俺ニューカレドニア新婚旅行行ってるので仕事してるからね。あ、そうっすよね、なんかなんか電話しませんでしたっけ。いや、俺もめちゃめちゃ弱い Wi-Fi で画像送って俺死ぬかと思ったから。てか俺最近この動画ね出てきたわ、あの YouTube のホーム画面に。おすすめ動画、おすすめ動画。何年前だよ。懐かしい、はい、懐かしいですね。懐かしいですね。はい。じゃあ次。ああ、こんなんもね。おお。大黒拳使ってみた。めっちゃうなってるやん。怒ってます、ね。怒ってる。これでも小川さんのデザインの癖がわかるよね。これ上にコミックレディーで置くっていうのがあれなんだね。字をね、置くっていうパターン、ね。懐かしい。はい、あと俺、基本的に顔面が好きだから。こう今みたいにスタイリッシュじゃないんですよ。なるほど。その迫力重視だったから俺は。顔面ドーンで。そうそうそう。1対1ならなんか、あの、確かにね、こう特にこうすごいメッセージ性を言うようなことはないわけね。ない。もうシンプルなテキストでドーンで。そうそうそう。てか、大黒天の画像が画像になりましたね。画像も多分ね、用意されてる。確かに、確かに。用意されてる画像だ。用意された画像だ。なんなら俺が渡してる可能性ある。そうか。そうだよ。そうそうそう。はい。じゃあ次。ああ、これ懐かしいよ。ああ、これ、これ、結構大変だったですね。白は求めたなぁ。ないか。ロボじゃないのか。
ピザ食ったりとかしながら、動画でひたすら回った時あったわ。FG3 に回ったやつ。そう。動画で1時間ぐらい回して。はいはいはい、まあ、これ結局出なかった。いや、出なかったっすね、初めまして、白は。これ俺、ニューカレドニアガイドだからこんな色黒いのかな。ああ、そうですね。絶対そうですね。絶対そうですね。そうか。これすげえいいよね。すごいいいと思うんですけど、どうすか、これ。いや、これすげえいいよね。マジ。これすごい素敵じゃん。いいとも青年隊みたいな。これいいな。いいとも青年隊みたいな。終わっちゃってんだよ。終わっちゃってんだ。この時は終わってないんだよ、もう多分。この時はやってた。あんま伝わんないかな、いいとも青年隊。青年隊。ああ、ありがとうございます。わかりますよ。じゃあ次ね。はい。ああ、このシリーズね。これも大体小川さんのあれだ。さすがに前後で俺この顔してないから。さすがに前後この顔やばい。さすがに前後でこの顔してないから。この顔初めて見た。これやばいでしょ。このパターンの時大概ババさんの顔テカらせてる。なるほど。そう、いやこれ決めてるもんだって。、うん、これちょっとやばいです。これちょっとやばいっす。これ漫画太郎感もあるよ。ま、ある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 。ありますね、だいぶ。これすごいサムネだな。これいいっすよ、はい、これ好きだな。もう117日目だ、ね、もう117日目だ。117日目でこんな顔しちゃってんだもん。じゃあ次、あーこれ、あ、いやこの。あ、なんかでもこれもなんかなんだっけ、うん、もうちょっとなんかもうガン見してみたいな、多分指示を入れながら撮ってるよ、ね。じゃあこれからの、うん、これだよ。あ、根本、根本入ってる。俺まだ歌舞伎時代だな。なんか俺覚えてるわ。なんか違う動画にこうまたいでストーリー性がある。なるほど。これからの、うん、これだ。ストーリー性を重視したっていう。そう。俺のシャツ可愛いんだけど、どこにあるんだろう今。これどこつもりじゃないの？今どこにあるのかわかんない。どっかにあるよ、探そう。秘密そうよ。楽しましょう、ぜひ。エールソレイユの奇跡のやつじゃね、これ。え、そうか、そうか。かな。いや、でも、あ、かもね。オリジナルゲットだもん。確かに。かもね。エールソレイユの奇跡よ。エールソレイユ X のね。そう、はい。で、次はなんだっけな。何を伝えたいのかわかんねえな。ほら。あー、リーダー。俺？うん、そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。桜井さん。俺ダブルピース、うん、これもいいっすよ。マリーダ、タイトル。マリーダに驚いてる。いいっすね、シンプルで。マリーダってだけだった。マリーダです、ね、もはやもうだからもう究極とか入れなくてもね、うん、そうです。いや、それは究極でしょっていう。そう。あ、この辺りからその傾向か。し、なんならそのちゃんとでもマリーダとかやってるからねっていうね。うん、興味やんないじゃん、究極みたいな。やんないね。そうですね。それをでもしっかり丁寧にやってた時代よ。そうだね。うん。懐かしいです。はい。次なんだっけ。あ、これもね。かきわき。これすげえいいっすよね。これもいいと思うよ、俺。これいいっすねー。これなんか、俺もちょいちょい見るな、もう美しいんだよね、このフェイスラインが。そう。もうこれ、いい、バランスがいいな。いや、これいいよ。これを自分でいいと思うもん、これ。これ好きっすね。疑惑でもなんでもないんですけどね、別にね。疑惑でもなんでもないけど、でも未だに語られるような、俺の。この頃から疑惑かけられてさ、うん、っていう。長くね。まあ、パッと見てよくわかんない人に説明すると課金疑惑ですね。簡単的に言うと。で、それを課金疑惑を違うよって言うために串灘に挑んだんですね。別に意味がわかんないけど。意味はわかんない。いや、これ好きだな。いいな、これ味出てんな。なかなか最近ないよね、この感じね。いや、この感じないっすね。じゃあ次ね。次か。ああ、これね。ああ。そう。宮坊さんが原監督のやつ好きだったから。この時一番ハマってたかもしれない。この時とりあえずやってた。
キヤシャ姫の時か。一番ハマってた。でもこれおすすめモンスターでしょ。降臨のおすすめモンスターって書いてある。あーじゃあ、かけ食じゃないんだ。はい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 。パンチダメージオールおすすめよっていうので、多分紹介してみたら。はい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 。あと強かった。強かったね。おすすめしたな。あと何おすすめしたんだろうな。かまいたちとか入ってそう。どうなんだろうな。デスアークとか入ってんじゃない？わかんない。全然覚えてない。デスアーク入ってそう。作りやすいから。わかんないけど。ババトロさんがチラッと見てんのもこれ。そう、それについて言うと、はい、俺の好みとして、隙間をね、潰したいの、なるべく。お隙間がちょっと嫌いなんですよ、サムネ作る。空間がね、気になっちゃうね。そうなの。だから隙間埋めがち。なるほど、なるほど。ババザさんを埋めに使ったっていう。そうそうそう。別にやろうと思えば、やっぱもうちょっとこっちに寄せれる。隙間は作らない。できた、できた。聞けばよかった、俺が。じゃあ次行きますか。はい。ああ。内容が。内容が。一緒じゃん。一緒じゃん。宮尾さんパターン。内容が、あれでって何だっけ？何あったんだろうな。あれ、ね、何だろうな、あれって。内容があれっていうの何でしたっけ？私覚えてない。でもだって俺は山崎にやってるってことは、この時代だからスノーマン使ってる時代でしょ。スノーマンで突入してる時代でしょ。ちょっとわかんないな。わかんない。いや、これちょっと見てみたいな。うん。内容が気になるよ、これ。うん。これサムネで釣りましたね。これが釣ってるね、うん。確かに気になる。うん。じゃあ次ね。はい。ああ、大佐だ。ああ、大佐。いや、大黒天やったわ。うん、ねえ。ニャボーリューって書いてあるからな。で、これ、これ、ニャボーリューだ。ちゃう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 、これ。これ、ニャボーリューです、ね。間違ってんじゃん。あれ？ああ多分俺がまだ宮野坊大佐にそんな思い入れなかったんじゃない俺が多分そういうことだと思う。そうだ、まだハマってなかったんだ。まだそうかもしんない。いや、彼これデビューっすよ。デビューデビューか。これデビュー戦っす。そうね。なんならまだ宮坊にもハマってない可能性あるからね。いや、それはさすがにもうだいぶ経ってますね。そう。もう M4 として出てる時だよ。多分そうだね。頼みますよ。確かに。じゃあ次ね。はい。次行きますよ。ああ、これね。あこれ覚えてるな。なんか。なんでこれあれなの？ストリートファイター感を出すっつって。ああ、そういうこと。ファイトしてる。戦ってるところをみたいな。うん、下は一応サイコクラッシャーしてるの。そう、タイガースクラブ最高クラッシャーしてる。そうですね。他はつかみ合いしてる。そんなシーンないけど、別にストリートファイター。いかないじゃないですね。最高クラッシャーが一番あれですね、はい。再現しますね。そうね。手がね。次いきます。はい。ああ、桜井さんパターン。予想会なんだ、ね。ああ、予想してるわ。予想してんだ。ああ。これ髪型かっこいいっすね、桜井さん。かっこいいなぁ。うん、パーマかけるか。いいね、パーマ。はいはい、いいじゃん。いいじゃん、パーマ。じゃあ次行く。はい。ああ、これ、俺、思い出深いよ、これ。うん？ああ、これ。これね。これ、イベント後だ。幕張メッセの帰りなんだよ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。で、桜井さんが普通に宮坊さんに肩をポンってやって、見てた。いや、懐かしいな。ちょっと小川さんも映ってるよな、小川さん。あ、本当は俺映ってる。撮ってる俺が映ってる。本当だ。すげえデコ光ってるね。いや、めっちゃ疲れたもん。うん、これ。これあれだろ、まだフラパとかじゃないだろ、これ。多分モンフェスだろ。うん。あの、モンフェスっす。伝説の。よくない意味で伝説の。モンフェスって名前を出していいのがすごい悩みましたまだこれ、あの、京葉線圏外になる時ですね。ああ、そうだね。あの、地下入っちゃうともう圏外になるやつ。今なんない。八丁堀あたりで。これ、ちょっと、あれですね。燃えますよ。燃えます。人によっては。そうね。いいかな。懐かしいな。じゃあ次。いいですね。はい。このシリーズ。ああ、
ノッコ、ノッコ好きだったんだ。俺ノッコ好きだったんだ。ノッコは結構いじりましたからね。あの昔ニコ生やってた時も。はいはい。あ、竹中さん。そう、竹中さん呼んで。あ、そうだ。やったわ。ニコ生で。うん、やって。難しい。はいはい。そういう結構丸ゴシック使いがちだな。竹中さん回マジ懐かしいな。太い。シンプルですね。シンプル。いいですね。じゃあ次。あ、これもこのシリーズ。このシリーズ。なんで逆バージョン来た。別にバベルそういう感じじゃない。これはちょっといいですね。いや、これバベルの真似してんのかもしれない。これバベルの真似してんのかもしれない。ちょっといいですね。面白いな、これ。これ面白いな。そのコンボ全部、全部顔中でやってる。そのコンボずるいな。そのコンボずるい。バレちゃうから。顔でやってるのバレちゃうから。じゃあ次いきますよ。はい。はい、ああ、これね。ああ、デビッド・ボーイでしょ。うん。これも流用系ですね。ニコ生からの流用。そうだね。はい。東海 TV。懐かしい、東海 TV。はいはい。この時からでもラビッチ。ね、大事にしてああ。そっか、あれ。はいはいはい。コラボですね。ビーチ大獣士とか。コラボね。うん。2回目だっけ、エヴァ、これ。2回目。2回目だったと思うけど。2回目かな。ああ。懐かしい。じゃあ次。はい。歌ってほしいな。ああ、これ。いい。ああ、初音曲。これ俺めっちゃ頑張ったやつ。俺が、あの、青森でめっちゃ頑張ったやつは。青森だったっけ。俺が、だから、なんか旅行、旅行に、家族旅行に行ってて、で、俺がいない時期があった時、なんか生放送の時に俺、東海 TV で俺がいなかった時があったはずだった。なるほど。その時に俺が一生懸命頑張ったやつ。なるほどね。オーブ割ってやってたよ、これ。喜びが爆発してるもん。初運曲やね、これ。いや、この時の常設はね、ちゃんとね、99もあれだっけや、ね。ガチ99種だったもんな。マッチワープ、ね、ホーミングっていう、そんな強くないけど別に。このなあちゃん。まあでも、使えるっつって作ってたじゃないですか。うん、なんか SS 端短縮とかついてんじゃないっけ、これ。違っけ。いやー、もう全然覚えてないですね、みじんなんで。やめろや。みじんやめろ。なんでも可愛い。はい。じゃあ、次行きますか。次行きましょう。ああ、これ。かっこいい。これちゃんと座ってるから、小川さんの上にちゃんと座ってるから。モンスターみたいになってるよ、小川さんが。よりなんかちょっと、小川先生のモンスター。小川さんも痩せてね、なんかちょっと。小川さんも痩せてるね。痩せてる。そうだよね、なんか。いや、これ、これかっこいいよね。これかっこいいですね。すごいかっこいい。そうですね、伸ばし感。いや、これいいよ、やっぱ。これいいなぁ。手前味噌かけるな、これ。これはいいと思うな。うん。なんかちょっとデザイン性感じる。デザイン性感じるよ、これ。ねえ。ボックスのところ広くしてるし。確かに。そうそうそう。ボックスの読みやすさ。読みやすさを気にして。なんで乗ってんの？いいな。あったあった。本当に乗ってるんだもんな、これ。本当に乗ってますよ、これ、膝の上。本当に座ってそう。じゃあ次。はい。あ、これね。ああ、はい。ああ、うちのはるちゃん、カッコ仮ね。はい。はいはいはい。これ、癖強すぎでしょ。これ、癖強いなぁ。これ、生放送。生放送のサムネだ。はいはい。次、最後かも。そうだね。3月31日誕生日だからもう書いてあるしな、そのステッカーにね。あー、本当だ。と書いてある。331。ありがとうございます。はい。もうおめでとうございました、その説は。その説は。その説は、おめでとうございます。もう前ですよ。もう3歳ですからね。うわぁ、大きくなったなぁ。はい。じゃあ、多分ね、次最後。はい。最後だ、これ。これ、あれだろ、ちゃんとこれ、あれだな、X フラッグの、あれだな、オフィスの、てか会議室で撮ってんだ、この背景見るに。で、この、これは、最後のサムネだけ唯一、もうこれ、俺作成じゃないっす。ですね。ですね。なるほどね。ほら。全然覚えてねえ、これ。
そう。モンストカードでしょ。モンストカードを X フラップさんに取りに行かせていただいたから。はい。高木さんも痩せてんな。痩せてるね。そう、これだけだと判別できない。はい。ああ、なるほどね。うん。これでも会議室ですね。こんな感じで昔のやつをチョイスしましたけど。あ、いろいろあったな。いろいろあったけど、まあ大体8割ぐらい顔芸だった。顔芸8割ある。顔芸8割だな。いや、歴史感じたな。感じたね。歴史感じた。はい。こういう感じでした。おぉ。うん。いかがだったでしょうか。いや、歴史長いですからね。やっぱね、1000本も動画あれば。うん。まあ、やっぱこういう、なんかいろいろありますね。いやまだ癖強いの、実はありますよ、ね。あると思う。探せば多分。探せばありますよね。俺結構、パーって選んだから。パーって選んだんだ。うん、そうね。だから、小川さんが作った時の思い出の、思い出深さとかも多分ね、加味されてる。あ、確かに確かに。という感じでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ピックアップありがとうございます。はい。これからも、もうそろそろあれじゃない？サムネイルの、素材なくなってきたんじゃない？そう、あの最近の。ああ、使い回しになってる。最近俺増やしてきたのが、そう、あの、昔撮ったやつを流用するっていう。昔のやつ？うん。この絵だとさ、まあ、みんな座ってて。変わり映えしないですもんね。そう、いつも同じだから。あ、そっかそっかそっか。表情が。そうそう。まあ、リモートだとね。うん。だからその、昔撮ってた素材で使ってないやつとかを、そう。使っていくという。そう、使ってないのを気にしてないですよ。うん、なんか同じ顔だなってやつがあるってことね。ある。まとめてサムネを撮る回しますか？しますか？うん、なんか、素材撮る回。で。本当にスタジオに俺ら3人揃わないからな、マジで。そう、揃わないね。今ね。うん、そうね。ディスク、この、調子がいい時にね、画像、画質が。そうですね。そう。はいはいはい。やりましょう。やりましょう。はい。ということで、はい。以上ですかね。うん、はい。皆さんも、なんか思い出深いサムネありましたかね。うん。うん、まあ、こんな感じで我々やってますんで、まあ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またの時間お会いいたしましょう。バイバイ。いろんなことがわかってしまった。世界